ツイフライベルギーはベルギーの航空会社。世界最大級の旅行会社であるツイグループの子会社として、ツイフライドイッチュラントやツイフライネーデルラントらと共に、ツイ航空の共同ブランド名を採用しており、リゾート路線を運行する航空会社としては世界最大の規模を誇っている。二千四年三月の運航開始より、地中海、航海、カリブ海、カナリア諸島、 北米など70以上の空港に就航しており、毎年数十万人の輸送実績を残している。ハブ空港はブリュッセルのブリュッセル国際空港であるが、他にもリエージ空港、オーステンデイブルージュ国際空港からの便も運航している。ジェットエアフライは2004年3月に破綻したソベルエアの路線の大部分を受け継ぐ形で、つい航空ベルギーとして創業した。 もともと、ソベルエアは、ついグループが、ベルギーの観光客の足として利用していた、航空会社でもあり、2005年11月につい、グループの新ブランド戦略の一環として、ゼットエアフライと解消され、さらに2016年10月に、現在の名称へ解消された、ゼテットエアフライのボーイング737から800型機、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、北アメリカ。ありがとうございます。